もうクタクタで歩けないよ。あんたが泣き言言ってどうするの。だってさ。あの、すいません。何かな。実は弟が見当たらなくて。弟さんが？8歳の男の子でちょっと落ち着きがなくて、目を離すとすぐにどこかに行ってしまって、さっきからずっと探しているんですが。じゃあはぐれちゃったかもしれないんだね。誰かその子のことを見かけた人はいないかな。どうやらファイーナさんの弟は南の岩場に行っちゃったみたいだね。そろそろ日が暮れるわ。探すなら急いだ方がいい。その岩場ってどこだかわかる？ええ、ここからならすぐよ。じゃあアイアついてきて。ルカ、ロカ、こっちは任しといて。もうお兄さんだから大丈夫。お兄さんかどうかはさておき、頼りにしてるよ。あのカペルさん、弟をよろしくお願いします。それからどうかご無事で。大丈夫大丈夫。なんかあの子、カペルを見る目が違うわよね。そう。ああ、助けてよ。いやあ、間に合ってよかった。ちょっと、安心するのはまだでしょ。大丈夫だったかい？君、レイム君だね。あんまりお姉さんを困らせちゃダメだよ。お姉ちゃん、怒ってるかな？怒ってたよ、ものすごく。なわけないでしょ。さあ、早く戻りましょう。危ないところを助けていただいたようでありがとうございました。ほら、レイムもちゃんとお礼言って。うん。お兄ちゃん、お姉ちゃん、どうもありがとう。当たり前のことしただけだから。何かお礼をしなくちゃなんですけれど、今は何も。でも、何ができるかわからないですけれど、カペルさんのお役に立てるなら、私、何でもします。いや、気持ちだけで。え？何でも？気持ちですね。わかりました。私、カペルさんのことずっと思ってお祈りしてます。うん、それと、あと、何でもだよね。お姉ちゃん、お腹減ったよ。え？そうね。では夕飯の支度にかかりますね。お先に。ああ、もう何なの一体。はあ、何でもか。あんたも変なこと考えないの。なんでプリプリしてるのさ。知らないわよ。おーい、ルカ、ロカ、おかえりなさい。僕たちも頑張ったよ。
よくやったわね。みんなは無事？ああ、お家はボロボロだったけど、また戻ってこれてみんな嬉しそうだった。ちょっと直せば元通りになるって言ってた。そっか、よかった。アイーナちゃんのところに泊めてもらうことになったんだよ。これからご飯だよ。アーヤたちもおいでよ。あの子のとこ聞いてないわよ。早く行こうよ、お腹空いちゃった。ご飯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 。あんたまで一緒にやるな。何してるんだよアーヤ、置いてっちゃうよ。今行くわよ。カペルさんも来てくださったんですね。しらじらしい。狭くて申し訳ないんですが、カペルさんと仲がいいんですね。え、こいつと？よしてよ、こんな頼りないの。私の理想は高いんだから。カペルさんなら十分合格でしょ。頼りになるし優しいし。そう？そうだよ。まあこいつは世話の焼ける弟みたいなもんだし。弟？そうですか。そっか、よかった。ん？何？あ、いえ、その、なんでもないんです。ほら、これも美味しいですよ。食べてください。本当に、なんでもないんですよ。あ、本当美味しい。もう出発ですかな。はい。先を急ぐ旅ですので、これから大変でしょうけど、頑張ってくださいね。皆さんの親切に報いるためにも、村人一同頑張りますわい。カペルさん。ファイーナさん。あの、頑張ってください。まあ、それなりにね。カペルさん、また必ず会いましょうね。もちろんだよ。だって、何でもしてもらわ。いい加減にしなさい。今日はこの辺で休む？そうね。この先にいい丘があるわ。行きましょう。広くて気持ちいいね。でしょ？もう少し暗くなると星がすっごいのよ。ああ、カペルは焚き木集めてきたよね。僕？他にいないでしょ。行ってきます。
いい曲ね。それなんていう曲？これ、僕が作ったんだ。曲名は、負け犬のセレナーデ。聞かなきゃよかったわ。寝ないの？うん。もう少し、見てる。日なら僕が見てるよ。アーヤはもう寝なよ。違うの。落ち着くのよ。火を見て。おねしょするよ。炎は神聖にして親しいもの。フェイエールの子供はみんなそう言われて育つの。ふーん。見てるといろんなこと思い出さない？明日には追いつけるかな。ここからだともう都が近いから、そこで合流できるはずよ。そっか。ねえ、グラードで脱出嫌がったでしょ。なんでついてくる気になったの？私のために助かりなさいでしょ。面白いこと言う人だなって。それだけ？バカ正直というか、すっごい自己中っていうか。喧嘩売ってる？嘘でごまかすとか、そういうのもうコリゴリだったから。もっと頑張らないとな。すでに頑張りすぎじゃない？あんたももっとバリバリやんなさいよ。もうほんとこれぐらいで勘弁してください。お願いします。ダメ。さあ、明日に備えて今日はもう寝よう。うん、そうね。おやすみカペル。おやすみアーヤ。